年明けとともに参拝が始まるのを待っています。本堂の入り口で参拝者を一番に迎えるびんずる尊者像。撫でた場所の痛みや病気が治るとされています。本堂の奥には住職さえ見ることができない絶対秘仏の本尊が祀られています。古代国中を襲った疫病から人々を救ったと伝わります。その身代わりの像が来年公開されます。数えで7年に一度行われる御開帳、今年行われる予定でしたが感染の拡大を受け延期されていました。来年こそ安心して暮らせますように。願いを込めた年越しの鐘です。